皆さんこんにちは、乃木坂新チャンネルです。ですね、今日はですね、本当に久々の、ちょっとレシピ動画を、撮りたいと思います。なかなかね、最近ちょっと撮ってなかったんで、あの永井さんからも何かやらないんですかっていうことをいつもいつも言われてたので、はい。で、ね、何をしようかなと思って、でやっぱりこういう時なんか僕の意見というよりはやっぱりそのね、その視聴者の人がどういうことをやっぱりこう知りたいのかなっていうので、永井さんとか、あとうちの、サービスのスタッフ の, 女性の方たちとかに聞いて、で本日は卵とじですねをやっていきたいなと思います。でうちもね、今献立の中で最後のお食事の時に卵とじを通年入れるようにしまして、この今の2月ですねの季節ですと、フグとそのフグの白子の卵とじをお出ししてます。でさすがにね、ちょっとね、一般の家庭でそれはちょっとね、フグなんてねちょっと手に入らないということで、今日は同じその卵とじのやり方で、作れるので親子丼を作っていきたいと思いますので、はい、今日しっかり見ていただいて、すごい作り方はそんなに難しくないと思います。はい、なのでこの作り方見ていただくと、ご家庭でもちょっとこう白身と黄身のふわっと柔らかい感じの親子丼ができますので、はい、ぜひ、旦那さんやお子様に、まあ本当はね自分に、はい、作っていただいて召し上がっていただけたらなと思いますので、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあですね、まず今日は親子丼なので、材料ですね、鶏肉です。はい、鶏肉とあとネギですね。はい、もうシンプルに今日はもうこの材料、2つの材料で作っていこうと思います。で、おだしですね、その卵とじにするおだしなんですけど、今日まず2番だしですね、うちのカツオと昆布のだしです。はい、を、100cc 入れます。でそこに、味付けが、薄口醤油とみりんでいきます。で、100cc のお出汁に対して、薄口大さじ1杯、はい、で、みりんも大さじ1杯同量で、はい、いいと思います。ではですね、お出汁できましたので、ここに材料を切って入れていこうと思います。まずネギですね。ネギはあんまり厚く切らないように、はい、斜めに切っていただければなと思います。まあ今日はおネギなんですけど、これが玉ネギだったり、はい、あと他のお野菜ね、椎茸とか入れても僕はいいと思いますんで、はい、もう今日はもうシンプルな親子丼ということで、ネギでご用意させていただきました。で次に、鶏肉ですね。鶏肉は、その皮付きでもいいですし、皮取っていただいて、結構ね、鶏の皮お苦手な方もいらっしゃるんで、僕は前も言いましたけど、鶏肉大好きなんで、もう皮ごと今日はいきます。であと大きさもそうですね、こう薄く平でもいいんですけど、ちゃんと火をしっかり入れれば大丈夫だと思いますんで、ね、ある程度こう角切りに切った方が食感も楽しめますんで、はい、僕は基本的にそんなに小さくは切らないようにしてます。で材料も本当にお好みでいろいろ入れれると思いますんで、今日はね親子丼なんで鶏肉とネギですけど、これがね、例えば魚介とかエビとかカニとかでもいいですし、それこそ白身魚、タイとかヒラメとかそういうのでも卵とじしても美味しいと思いますんで、はい、でその時に合わせる野菜を書いたりとか、これからね春先になると菜の花とかも出ますし、ね、それがキニラとかそういうお野菜も出ますので、やっぱりその季節の食材で卵とじっていろいろできると思いますので、なのでうちも今年から毎月毎月その季節の卵とじをご用意してますので、はい、ぜひうちの方にも食べに来てください。はい、で材料切れましたら、火をかけていきますね。
で、この時に卵を入れる前にしっかりもひば入れてください。はい、はい、ではですね、これ野菜を入れてからだいぶ中火よりは強火ぐらいで炊くような感じで火入れしてます。はい、でだいぶね鶏肉も火が入ってますね。で地もちょっと詰まってきた感じなんですけど、それを見据えてのお味付けになってますので、はい、でこれから卵を入れて閉じていきます。で閉じる前にもう閉じたらすぐにご飯の上に乗せたいので先にご飯を入れておきます。はい、はい、今日の、はい、今炊きたての白ご飯です。これいつもうちのお店で使ってる日の光という品種ですね、徳島の。これ実はうちの親戚が作ってくれてるお米なんで、はい、これ非売品です。はい、どこでも買えないお米です。じゃあご飯入れましたんで仕上げていきますね。で、卵は溶かずに入れます。これまずこれ溶きません、そのまま入れてください。で、火を強くしたところに入れますね。で入れたら黄身4つありますよね、そのうちの3つは割ってください。あ、これごめんなさい、全卵3個の卵黄が1個です。失礼しました、すいません。でこうゆっくり混ぜながらこうぐるぐるかき混ぜていくと結局白身と黄身が一緒になっちゃうので、でこの火がやっぱり縁の方から火入れ入っていきますんで、その縁の方にその白身を寄せるような感じでこう入れていきます。今も強火です。これでだいぶなってきたので、よいしょ、でここでよいしょ、もうこれで大丈夫です。で最後の黄身を潰して、よいしょ、もうほんと一瞬ですよねこんな感じです。はい、でこれをよいしょ、ご飯の上にかけます。もうたっぷりかけてください。でこれ何が美味しいかって、僕はそうなんですけど、この白身のとろっとしたのが僕はすごい好きなので、こういう感じです。いいっすね、美味しそうですね。よいしょ、はい、じゃあできました。これも卵を入れてからもう強火で火を入れていくので、もう本当に気を抜いたらすぐに卵が固くなってしまいますので、こういう感じで白身がちょっとこうトロトロしてる、僕こういうのがすごい大好きなので、はい、なのでよくねこうご家庭でやると大きい鍋でその一気に4人前とか卵閉じちゃうと思うんですけど、でもそうするともう絶対こういう仕上がりにはできないので、ちょっとお手間ですけど1人ずつとか、例えば2人ずつとかで作っていただいた方がいいと思います。でこれ作る時にはもうあれです、ご家族の方に椅子に座ってもらってお箸持ってもらって、もう出来上がったらすぐに食べてもらってください。これはもう絶対出来上がりが一番美味しいので、はい、なのでぜひこれ今日のね動画を見ていただいて、本当にそんなに難しい仕事じゃないので、皆さんもぜひご家庭で作ってみてください。はい、でもしなんかね食べて美味しかったらまたコメントもいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。もし今日のね動画がいいと思いましたらいいねマークいつもお願いします。それとチャンネル登録も、はい、皆さんのね、コメントもお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。では今日はですねちょっと卵とじ親子丼を作ってみましたので、ぜひ皆さん、ご家庭で作ってみてください。どうもありがとうございました。